うございます。今日は令和4年4月の22日です。鳩町峠までの道が冬季閉鎖から冬季閉鎖が解除になる日です。今ですね、本当は、オープン前に、遭難防止のための赤い布をつけているんですけども、今回もつけてます。ただ、まだちょっと、赤い布が、設置できないところがあるので、急遽また鳩町峠に向かっています。今日もちょっとね、天気悪そうなんですけど、しょうがねえやね、とりあえず行きます。天気が良ければ志津山とか尾瀬ヶ原がよく見える場所なんですけど、今日も見えますね。風が止んで鳥が鳴き始めました。天気良くなるんかな。霧が巻いていて周囲が何にも見えない小山沢田代です。霧が巻いているとここで遭難、道迷いをする人が非常に多いので、これから道しるべというか、それを立てていきます。
から入ります。鳩町峠に到着しました。期間中、ゴールデンウィーク期間中だけ、志仏山は登山、ができます。その後は環境保護、自然保護のためにまた入山禁止、7月1日から営業が始まります。登山ができます。それまでの間、怪我、事故ないように皆さん気をつけて楽しく尾瀬志仏山入ってください。今日はどうも、今日はこれでおしまいです。ありがとうございました。